皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞボンシュールをよろしくお願いします。はい、ということでですね、新年早々一発目は何をしたいかと言いますと、ボンシュールはね、猫にね、またたびを与えたことがないんです。というのも、ボンシュールのところでは猫を飼っていません。まあ、犬は飼っているんですけどね。で、まあ、親戚のところに行くことがありますので、ちょっとね、またたびを手に入れました。で、こちらのまたたびを使うと、猫がどのような反応をするのか、今回は検証してみたいと思います。よろしくお願いします。それではこちらのマタタビをちょっと与えてみましょう。どのような反応をするのか。はい、どうぞ。ご主人がこんなんくれた。ちょっと離れたとこで食べよう。これなんか美味しそうなんだけど、これ硬いんですけど、これ食べんもんですか？これちょっと硬いですよ。もう一回チャレンジしますけど、興味はあるんですけどね、いかんせん硬いわこれ。けどやっぱり気になるな、これは。なんかね、匂いがするんですよね、これね、食べたくなっちゃう。これ一生懸命かじるんですけどね。これやっぱりご主人硬いわ。これ硬いんだけど、これ本当食べ物？こんな硬いと私食べれないんですけど。